千葉志道弘君。し はい、えー、立憲民主社民の石橋道博です。今日は、あの、四名の参考人の皆さん、本当に、あの、連休明けのお忙しい時期に、ありがとうございます。大変貴重な、ご発言、ご提言をいただいたと思います。感謝申し上げたいと思います。えっ、ー、と、冒頭、え二、ー、問だけ、えー、質問させていただきます。まず最初に、あの、稲葉参考人にお伺いいたします。あの、先ほど冒頭お話しいただきました。えっ、ー、と、五月3日の大人食堂、私も、現場行かせていただいて、状況見させていただきました。本当に、あれだけ多くの皆さんが、支援を求めて、相談にも来られていたと。 ある意味、本当、衝撃を受けました、あの本当に日頃からのご尽力に敬意を表したいと思いますが、あの今日お話にもありましたけれども、あの実はあの稲葉さんが書かれたコロナ禍の東京をかけるという書籍も読ませていただきました、改めて昨年来の現場の状況、まざまざと見せつけて見せられた思いがしますが、今日もお話がありました、いまだになぜ水際作戦があれだけ自治体で展開をされているのか。 なぜ、えー、貧困ビジネス、住居、まあ、皆さん、住居ファーストということで、えー、住まいが大事だという取り組みをされておりますが、これでもコロナ禍にあっても現場でいわゆる無停への誘導があからさまに行われているとえ、一体なぜこういうことが起こるのか、自治体間で大きな格差もあると理解をしておりますが、どうすれば解決ができるのか、もしわれわれに対してご提言があればお聞かせをいただければと思いいます稲葉参考人はい、あありがとうございます。 水際作戦の問題についてはですね、横浜市の水際作戦が起こって、横浜市でもですね、市議会で議論が行われております。その中で横浜市においては、厚生労働省はま生活保護の ケースワーカーの基準数、標準数をです、ね、1人のケースワーカーが80世帯を持つという計算をしているわけですけれども、それに照らして,せてみると、横浜市全体では56人職員が不足しているという指摘が、国からの監査で指摘があったというような報告が市議会の中でも語られていました。多くの自治体においてです、ね、特に大都市部においては、1人のケースワーカーが100世帯、120世帯を持っていると。そうすするると受付を担当する職員 職員もケースワーカーにこう気兼ねをしてですね、まあなるべくこう尊属たちの仕事を増やさないようにという意識で対応してしまうので、追い返しを起こしてしまうというようなことがあるのではないかと思っています。で、このためにはやはりきちんとその正職員を副事務所の正規職員を増やしていくことが必要だと思っています。あの厚労省は非正規を増やすための補助金を出していますけれども、非正規だとその人自身がまたワーキングプアになってしまうという問題もありますので、正規職員をきちんと増やしていくことが必要。 だと思っておりますでもう一つの問題につきましては、えーまあ、貧困ビジネスの規制についてはです、ね、厚生労働省の方でも、えー、無料定額宿泊所に対する、まあ、規制等補助セットにあったような、えー、政策を、えー、行っておりまして、まあ、徐々に改善されてきてはおりますけれども、例えば、まあ、あの個室化ということについてもです、ねえー、昨年度から、あの 改善が始ままってておりすすけけれど、まあ、3年間猶予されているわけですねでその間にまあコロナの問題が起こ,なって起こってしまったということで、まあ、依然としてこう相部屋の施設にこう入れられてしまうという問題がで出てきております。で根本的には、ですねこの問題というのは、やはりその、えー、福祉行政と住宅行政がきちんと連動していない。えーまあ あの国でいうと、厚生労働省と国土交通省が連動してないという問題もあるというふうに考えています。一部の,あの都道府県においてはです、ね、コロナの影響で住まいを失った方に、公営住宅を提供するというような施策も行われてますけれども、まだまだ規模が少ないということで、まあ、公営住宅の活用とかです、ね、まあ、住宅セーフティーネット制度の活用を生活保護とか福祉行政と連携しながら行うことによって、まあ、速やかにです、ねえー、住宅へと移行できるような対策 対策体制というのが作れるんではないかなというふうに考えております。石橋敏博君。はい。えー、っともう一問お聞きしようと思いましたが、ほぼもう五分が近づいたので、えー、もう一問すると時間を超えてしまいますので、ここで一旦やめておきます。ありがとうございました。矢倉勝蔵君。